実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよーく見てみると、トラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前、駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのは湖号です。さあ、皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。ほら、かっこいいね。ほらほら、お家見たね。すごい、なんだろうね。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションと言います。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えると、フロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう、小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいました。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。サンタクロース待ってるんじゃない？一緒に待ってたね。おや、インディアンの部族はキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で、我々は仲間だということをミタクエオアシンと言うんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。ワンちゃんもね、ワンちゃんもね、ワンちゃんもね、バッファローの群れを追って移動しやすいように、簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を飼いに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくてかわいい動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。
くれます。ほら見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。皆さん、この辺で一番大きな急行、ビッグサンダーマウンテンが近づいてきました。ここでは、金が見つかってから、なぜか金を感じるのか。今では、よっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それから、あれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨は、まだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実は、この山の周りでは、他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり、人類の祖先が誕生するのにずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったのです。皆さんをある特別なところにご案内することにします。これから息を潜めて道路線を進めます。次から最終撮影は行けませんよ。恐竜を撮影したら大変です。何お母さんも一緒だから大丈夫。座ったままで待っていてください。何が怖かった？
忘れ物がないか確かめてから足元に放置して